こんばんは、竹下です、先日お話したね、ジャズ的響きになるために、3弦のね、G の音を若干フラットさせる、この話はね、私を担当していただいている、黒沢楽器のリピアマンの方にお話ししたんですが、これはですね、バズフェイトチューニングというチューニング方法なんだそうです。で今ね、若干 G をフラットさせます。そうするとですね、ジャズっぽい響きになるんですね。チューニングを実現させるためには、やはりね、まずは非常に高精度なチューナーですね。私が新しくね取り入れたこちら、ヤマハ製の TDM75 なんですが、これ本当にね非常に細かく、チューナーとしての機能がね備っております。そしてもう一つね、まあ、簡易的なんですが、こちら、TC エレクトリック社のね、ユニチューン、まあ、これもね、まあ、ざっくり合わせるときには使ってます。でこれはですね、ストロボモードと、クロマチックモードと搭載されてまして、ストロボモードの方は電池の消耗が激しいのとね、あとは細かすぎるがために若干そのチューニングするときにしにくいんですよね、チューニングが。そしてこのヤマハのね、TDM75、 何が素晴らしいかというと、マイクなんですね、はい、これマイクで音を拾うってことは、あのヘッドなんかにねつまむとどうしても弦の響きがヘッドに伝わって、ヘッドで起こるその周波数をクリップ式チューナーで、振動をね検知しているわけです。で今こちらの、イバニーズのね、ごめんなさい、アイバニーズのね、ギターでチューニングしたんですが、これクラシックギターの場合です。でもこっから出た音をね直接マイクで拾っているので、余計なね周波数のを拾うことがないんです。これもね若干 G をフラットさせます。こちらのね、楽器は河野正成さんの1963年にね作成されたものであります。河野正成さんはね1967年に、世界ギター製作コンテストでグランプリを受賞してます。これはもう日本人初のことですね。もう素晴らしいです。今回ねご紹介したのはバズフェイトンチューニングという、まあ、いろんなねチューニング方法あると思うんですが、まあ、オープン G とかね、いろんなチューニングあると思いますが、私はねこのバズフェイトのチューニング非常に気に入りました。
ちょっとあのルーズな感じのね、チューニングが可能です。それを実現させるためにはやはり高精度なチューナーが必要です。もう皆さん分かりますよね、結局ヘッドにこういうクリップ式チューナーで、つまむというのはヘッドに伝わった振動をこの小さなねクリップでつまんで、その音の揺れをね、測定しているわけです。ここはね、まあ簡単にチューニングができるんですけど、やはりそのこのマイクで拾うチューナーという精度はねすごいものがありますよ。まあ、若干高価ではありますけど、私はこの TDM75 おすすめできます。今、製造はもう終わってるんで、TDM700 になってるのかな、新しいものは。あの特に内容としては変わってないと思うんです。で、これ何種類かね、表面の柄があって、ミッキーマウスが印刷されているものがですね、これプレミアがついておりまして2万円近くします。で、私は特にミッキーマウスが好きではないので、このシャンパンゴールドのものを購入しました。シンプルイズベストです。ミッキーマウスが好きな方はね、2万円近く払って、お買い求めになるとよろしいかと思います。それではね、今回ご紹介したのはバズフェイトンチューニングです。はい、まあ、意外とね、知らず知らずとこう感覚的にねやってることは、何かとこう名前がついたりねしてるものでございます。なんかこう自分なりのねチューニング方法というのは皆さんあると思うんですけど、まあ、いろいろトライしてみてください。ギターというのはちょっとしたことのね、積み重ねで響きが大きく変わります。それではまた次の動画でお会いしましょう。よしたつです。バズフェイトンチューニングっていうのもなんか言い方がかっこいいですよね。それではまた次回お会いしましょう。よしたつでした。